ヘルムート・プレスナーヘルムート・プレスナーは、ドイツ・ビースバーデン出身のユダヤ系哲学者、社会学者である。哲学的人間学の黎明期を代表する理論家として、マックス・シェイラー、アーノルト・ゲーレンなどと並び称されることが多い。脱中心的一性、ユダヤ系の医師の息子として、ビースバーデンに生まれる。ハイデルベルク大学で、実験動物学の開拓者。 クルトヘルプストの下で動物学を専攻。同大学のハンスドリーシュに学問的刺激を受けて哲学に転校し、ゲッティンゲン大学で現象学の提唱者フスサールに指示。その後、カント研究に傾倒し、エアランゲン大学において学位を取得する。1920年にケルン大学で教授資格を取得後、1926年まで渡し、講師を務める。 さらに1933年まで同大学で院外教授として教弁を取る。1933年のナチス党の権力掌握後はヒアーリア化政策の一環であったユダヤ系教授の教職追放の煽りを受けてイスタンブールに逃れる。その後、研究所交流のあったフレデリック・ J ・ J ・ボイテンリクを頼ってオランダフロー人間に亡命。第二次大戦後は フロー人間大学での哲学教授職を経て、1952年から1961年の大刊まで、ゲッティンン大学で社会学の教授を務める。この間、ドイツ哲学会、ドイツ社会学会の会長を歴任。これらの役職の大刊以降も、ニューヨークやチューリッヒなどで教鞭を取る。哲学的人間学の潮流に属する哲学者の中でも、プレスナーは、 特に異色の学問的経歴で知られる。もともと医学、動物学の学徒であったため、初期の著書には、生物学の専門知識、視点に基づいた理論展開が多く見られる。シェーラーの人間学に影響を受けながらも、その刑事上学的性格の強い思想とは距離を置き、生物学に内在した独自の人間学を展開しようと試みた。この時期には、 ハンスドリーシュの神聖記論の他にも、ボルフガング・ケーラーのゲシュタルト森林学や、ヤーコプ・ホン・ユクスキュルの環境世界説から強い学術的刺激を受けている。彼の人間学は、人間の体と環境世界との関係を、肉体と精神の二つの次元を統一するという観点から包括的に理解しようとする。そのため、主張とされる1928年の 有機物の初段階と人間、哲学的人間学入門では人体の初感覚を物理学的方法のみによって捉える基礎的研究のレベルを超え出て人間の知覚の法則を人間以外の生物との本質的相違から探求する一般理論を展開している。1940年にオランダで出版された笑いと泣きの人間学においては笑いや 泣きなどの極めて人間的な諸現象を脱中心性の概念を用いて分析している。哲学的方法論においては、ディルタイの解釈学、フッサールの現象学、カントのアプリオリ主義などを批判的に吸収しつつ、これらを複合的に組み合わせる形で援用している。そのため、シェーラーの身体論やフッサールの現象学などから刺激を受けて、 心身問題を考察したメルロー・ポンティのアプローチとも一致する点が多々ある。戦後のドイツにおいては、プレスナーは哲学者としてよりはむしろ社会学者としての名が通用していた。共同体の限界、社会的求心主義の批判、ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民に代表される社会哲学的な研究で知られる。第一次世界大戦の敗北、 挫折を経たドイツにおいて、理想的な共同体に関する思想が、民族主義やファシズムという形で展開、政治化されていく状況を批判している。シェーラーやゲーレンとは異なり、生前の学術的影響は特定の研究者層に限られたものであった。特に主張である有機物の初段階と人間、哲学的人間学入門は、 その出版時期が当時注目を集めたマルティン・ハイデッカーの存在と時間とシェーラーの宇宙における人間の地位に挟まれ、結果としてこの二つの哲学的対処の影に隠れてしまった。生物学的諸素材を哲学的方法を適用して論じる学際的研究スタイルは彼の人間学の特徴を成すものであるが、これも当時の業績評価においてはマイナスに作用した。 さらに、ヒトラーの権力掌握後は、ドイツ哲学の表舞台から姿を消すことになる。第二次世界大戦後もプレスナーにとり不運は続く。ハーバマスをはじめとするフランクフルト学派の批判を受け、哲学的人間学は時代遅れで、大衆的なものとの見方が大勢を占めるようになる。さらに著作の難解さも加わり、一般の読者層には特定のバイアスがかかった。そのため、 その業績が広く注目を浴びるのは、晩年の1980年代に著作全集が刊行されてからである。ドイツ再統一後の1990年代以降は、母国ドイツを中心に本格的に再評価されている。他に、オットー・ボルノとの協調、現代の哲学的人間学、また社会構築主義の礎となったピーター・エルバーガー、トーマス・ロックマンとの協調、 現実の社会的構成のドイツ語版に解説を寄せている。奥谷孝一、哲学的人間学の系譜、シェイラー、プレスナー、ゲーレンの人間論史出版社、2004年、ありがとうございます。